はい、どうもみなさん、今日のクラッシュロワイヤルの動画を上げていただきます。はい、今日はこちらタイトルにもあるんですけど、バルジート先生の、神リップ紹介、パート5ですね、やっていきたいと思います。もう本当にもういつもいつも、まあ過去の動画見返してもいつも驚かされるプレイばかりなんですけど、まあ今回もまあさらに驚いてもらうといった感じですね。はい、じゃあ早速やっていきましょう。はい、最初の相手は、はい、こちらですね。はい、これウィザードもあってファルチもあって、もうもう最悪な相性ですね、これ。はい、もうこれも自分だったらもうすぐ諦めるレベルですね。もうファルチがいる時点でもうキングに穴目打ってもいいレベルなんですけど、はい、まあこの相性もしっかり覆していくといった感じですね。これちょっとまあ自分と違うのはこれボイドを切ってるところですかね。はい、ちょっとなかなか、そうですね、しかもこれ穴目も率先して切っていて、まあ、お互いのデッキが分かってるのかどうか分かんないんですけど、はい、もう自分だったらこれ相手が、そうですね、もうデッキも分かんない状態なので、もう基本的にはまあ待ちですね。スケとか、まあレイジとかだったら全然、まあ回してもいいとは思うんですけど、まあボイドを切るのは結構珍しいですね。はい、ここ迫撃立ててきたんですけど、はい、まあ基本的にファルチェとウィザードに対してはボイドで当てたいところなんですけど、ただはい、これまあどっちかに当ててもどっちかは生きてしまうので、もうこれ最悪ですね。もうはい、これカウンター相手仕掛けてくるんですけど、はい、これ虚助つけなかったのはおそらくウィザード相手も、バルジートさんが持ってたからですかね、これは。はい、まあなんですけど、まあ状況悪いことには変わりないですね。はい、しかもこれ逆サイド行くんですよね。これ本当にもう毎回毎回びっくりします。もうなかなかここで逆サイド行くっていう判断が、はい、なかなかこれ思い浮かばないんですけど、はい、これで 1-1 の状況に戻したといった感じですかね。はい、まあなんですけど、まあ、キングも結構削られてるので、しかも相性悪いし、まあ状況はそこまで変わってないんですけど、これはい、見てほしいですね。ここおそらくファルチェか何らかしらこれ読んだボイドなんでしょうけど、相手出してこずに、まあなんですけど、これ本当にびっくりしてますね。もうこれなんで落ちてるのっていった感じなんですけど、はい、まあ相手これ、まあ何回も言うんですけど、ファルチェもあって、ウィザードもあって、もう本当に普通にやったらこれもう、先生もう 2-8 ぐらいの相性ですかね。もうまあなんですけど、こっからしっかり勝っていっての勝利といった感じですね。まあなかなかこれはちょっと正直できないです。はい、じゃあ次は、はい、こちらですね。はい、次の方は、ゴレデッキになります。まあ今回の相手はこれライトニング持っているということで、これまあ普通のウィザードとかも普通にこれライトニングで処理されるので、まあなかなかこれも渋い相性ですね。はい、ここ相手がウィザード切ってきたということで、いきなりゴレ展開ですね。まあ、なんですけど、これもう逆サイドに攻めてますね。はい、これでもう公営にイント処理されてしまって、で、しかもこれエリゴレはボンバーで回収という、もう本当に状況がすごい最悪だったんですけど、もうこれもなんでか知らないんですけど、削ってるんですよね、エリゴレ側が。はい、ちょっとこれはもう正直クエスチョンマークですね。はい、もうちょっとこれは本当によくわかんないです。もう自分もこれ見返しても、なんでこれイリゴレ側の方がダメージ、まあ、取ってるんだろうっていう、もうそういったクエス、疑問にしか思わないので。
はい、これ5レ展開してきたので、もうこれ8枚ぶっぱですね。もう、まあ、相手はこれ2コストで、まあ、この攻めを守らないとはいけないんですけど、ただはい、これは守れるわけもなく、まあ、早速1本落として、でこれ進化スケで回収という、もう本当にすごいですね。もうそこまで計算してやってると思うので、はい、まあ、これで相手のもう5レがもうかなり、もうこれ8コストが1コストによって処理されて、はい、しまったといった感じですね。まあ、これは本当にもう、まあこのバルジートさんからしたら簡単なプレーなんでしょうけど、まあ自分がやったらこんなうまくはいかないですね。はい、じゃあ次やっていきましょう。はい、次の方も、はい、3桁も差なんですけど、はい、じゃあやっていきましょう。ちょっと相手のデッキがこれ変わってまして、まあ文句入っていて、まあ、ちょっと攻めのカードがないんですけど、はい、もう本当に珍しいですね。はい、これウィザード切ったということで、イリゴル展開といった感じで、まあただちょっとこれは、そうですね、まあ、ババもあるし、まあ文句もあるし、まあなかなか難しいところではあるんですけど、はい、ここをしっかり見ていってください。はい、これで、まあ、またなんでかわかんないんですけど、まあ、これもすごい状況が状況なので、はい、これなんでかわかんないんですけど、イリゴル側が有利になってるんですね。相手しっかりこれババで抑えたはずなんですけど、あとこのボイドもうまいですね。はい、これ進化スケも生き残ってしまって、まあ、これで GG といった感じになります。もうこれはもう残り時間見てもらっても分かる通り、もうこれ2倍タイムも入ってないのにもかかわらず、はい、もうキング折れてしまったという、もう神プレイですね、これは。まあ自分もこのデッキ使ってるんですけど、まあなかなかそんなうまいこといくわけもなく、はい。まあこれもすごいですね。はい、じゃあ最後なんですけど、こちらタイトルにもあるんですけど、はい、世界、確かこの方、そうですね、4位でフィニッシュしてるモサですね。はい、今回の相手なんですけど、まあ、ちょっとこれ天敵の、確かジャイバルンですね。まあ、おそらくお互いがもうデッキ分かってると思うので、まあ、これぞ本当にもうトッププレイヤー同士の、まあ、試合になります。まあ、さっきまではやっぱりもちろん相性もあれなんですけど、もうおそらくまあ格下との試合になるんですけど、もうこっからがもう本命ですね。まあ、ジャイを止めれたとしてもバルーン止まらないし、バルーン止めれたとしてもジャイは絶対入るしといった、もう本当にもう最悪の、はい、試合なんですけど、まあ、なんですけど本当にもうこういった試合でもしっかり勝っていくっていうのが、まあ、この、まあ、バルジートさんですね、もう。はい、これ相手は、ジャイダクネで形組んできたんですけど、こちらは逆サイドにリゴレダクネ組んでますね。いやー、このスケも上手いですね。もうトリトンを引っ張らせての、でしかもこれ左側はウィズで回収という、もうめちゃくちゃすごいプレーですね。これ相手ボイドも打てないですし、はい、これもう左側めちゃくちゃ刺さるしといった感じで、はい、まあ、こんな簡単には折れないですね、これも。はい、ただこっからがこっから分かんないのが、まあこのジャイデッキですね。もう同サイド合わせたとしても、基本的にジャイで形組んでこられるとなかなか止まんないので、でこれも止まんないって分かってるからこそこれ攻めてるんですね、もう。はい、でしかもこれ、しかも止まってるし、はい、こっちのダメージ入ってるしといった、もう一石二鳥ですね、もう。いやー、これはちょっと、そうですね。なかなかこれは、もう、笑うしかないですね。もうここまで見ると。はい。
まあ、ちょっともうなかなかこれも解説できるレベルじゃないです。もう自分はもうちょっと本当にもうちんぷんかんぷんだったので、はい、もう、まあ、この紙リップを見て、まあ、何が違うのかっていうのをしっかり、まあ、研究しながら、まあ、またやっていきたいなといった感じですね。はい、今日の動画は以上になります。またマルチのリプレイ動画出していきたいと思うので、そちらの方もご視聴よろしくお願いします。